パトリック・アラン・トーマスはオーストラリアの指揮者、ブリスベンの生まれ。12歳の時にブリスベン市ホールで地元の公共楽団を指揮する友人ウォーマンディを見て音楽家になる決意を固めた。14歳でクイーンズランド公共楽団の第三フルート奏者となり、1947年に友人グーセンスのオーストラリアでの初めての指揮による演奏会で初舞台を踏んだ。 1955年まで同団のフルート奏者を務めた後、しばらく会計士として働いたが、1958年にアンストリート長老協会聖火隊を指揮して指揮者に転校する。その後、ブリスベン聖火隊の副指揮者を務めたり、自らの名前を冠した合唱団を結成したりしていたが、1964年にシドニーのオーストラリアエリザベス劇場の指揮者陣に、 加わっている。1965年からヘンリー・クリップスの指揮する西オーストリラリア公共楽団の副指揮者を務め、1970年にはオーストラリアオペラオーディション委員会の援助を受けてヨーロッパに留学している。1973年に帰国後はフルスのクイーンズランド公共楽団に常任指揮者として着任し、1977年までそのポストに泊まった。 1978年には ABC シンフォニアの音楽監督となり、1986年に解散するまで留任した。その後はフリーの立場で指揮活動を展開した。1978年にウベを受訓。2014年にはオーストラリア勲章メンバー賞を贈られている。シドニーにて没。パトリック・トーマス・ディスコングス。 ハットマシュウエストウッド・パトリック・トーマスオーケストラル・カメレオン・ダズルド・オーディエンシーズザ・オーストラリアンオリジナルの2017年8月29日時点におけるアーカイブ h t t p s a r c h i v e i s 2 0 1 7 0 8 2 9 0 3 4 5 1 7 h t t p w w w t h a u s t r a i l i a n c o m a u arts, パトリック・トーマス・オーケストラル・カメレオン・ダズルド、オーディエンシーズ・オール、オーバー、ニュース・ストーリー、09496816879 アドフ6ビット F72F1CD194 ビット347ビット2017年8月29日、閲覧。アンガス・マクファーソン、パトリック・トーマス発大度。ライムライト、オリジナルの2017年8月29日時点における、アーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i s 2 0 1 7 0 8 2 9 0 4 0 7 1 1 h t t p w w w l i m e l i g h t m a g a z i n e c o m a u ニュースパトリック・トーマス・ハズ・ダイド2017年8月29日、閲覧、ありがとうございます。